まずですね、鶏肉を冷凍してますので解凍するところから。冷凍庫もね、綺麗になりましたよ。昨日ね、霜取りをしたんです。もう氷がね、びっしりついちゃってて綺麗になってますけれども、まあ鶏肉を解凍するところからですね。温めでなくて解凍でですね、冷蔵コーナーのキャベツと卵2個。今日はね、どんなダイエット料理かっていうようなことで、朝昼晩どんな感じ、基本的なダイエット料理を皆さんに見てもらおうかなと思っております。今ね、解凍してますので、まずは卵、に塩、卵焼きの準備ですね。キャベツと本当だったらですね、ウーロン茶なんですけれども、今日はね、ちょっと切れちゃってるんで、とりあえずコーヒー、アイスコーヒー、ブラック。入れときます。で、朝にですね、お弁当の準備もするんです。ご飯はね、基本的に 0.7 合毎日炊いて、半分はお弁当、半分は朝っていうようなことですかね。よし、これでさあ、あとはね、焼くだけなんですけども、ほんとね、毎日、月曜日から金曜日まで、ほんとに毎日毎日食べている料理を皆さんに見てもらおうかなと思ってます。結局、塩コショウが最強だというようなことに気づきましたよね。ほんとにね、いろいろ買ったんですよ。イタリアンハーブミックス。とかですね、レッドペッパー、味変をね、ちょっとしようかなというようなことでいろいろ買ったんですけども、結局やっぱ塩コショウになっちゃうなと。
ちょっとすいません、今日はですね、片手でしたのでぐちゃぐちゃって積んじゃったんですけども、本当はねちゃんとこれ綺麗に並べて盛り付けはするんです。で、お弁当と朝食をこのような形で毎日毎日本当に2ヶ月間同じ料理を食べてました。ちょっと今日はね片手なのでちょっとぐちゃぐちゃっとねなっちゃうんですけど、ちょっと卵が片手では難しいな。ちょっと置きますね。はい、お弁当はねこんな感じです。で朝ごはんは、さあ朝ごはんはねこんな感じです。で朝のね忙しい時間に朝ごはんとお弁当全く一緒ですねを作っているような状況です。さあじゃあ今からね明日からですね3ヶ月目のダイエットメニューの準備をしてから、で夜ご飯の方はまたどんな料理を食べていたのか、皆さんにお伝えしたいなと思っております。ではですね、今じゃあ実際どんな風な形になっているかと言いますと、表を見てもらえばねあれなんですけどすぐわかるんですけども、スタートからねずい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 と下がってっておりますよ。青いのがね体脂肪で、緑が体重なんですけど、こんなような状況でずい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 下がっています。で3ヶ月のボタンを押すとこんな風かな。すごくないですか。夕飯です。バナナ、みかん、あ、チョコレート、 85% のカカオ、高カカオ、もうで寝る前にですね、どうしてもお腹が空いた時にプレーンヨーグルト、これだけ。あとはですね、内視サポートの薬で、これだけを、まあ、1ヶ月目2ヶ月目ダイエットの夕食としてました。とりあえず朝昼晩、月曜日から金曜日までの5日間これを通してやっています。また3ヶ月目はね、朝食をちょっと変えようと思っておりますので、またちょっとしたら新しいダイエットの食事を皆さんにまたご報告しようと思います。今夜はこんなところにしときましょうか。いつものようにチャンネル登録とグッドボタンの歯磨き忘れないでください。ダイエット食事制限つらいです。またお会いしましょう。Smell it.